必要性の法則が働かない時っていうのはあると思うんですけど、はい、ありますよね。ありますね。私もありあります。うんで、あの私の場合願望願望を実現させていくってことは結構。まあずっと教えてるしまあ、自分もずっとあのやり続けてきてることなので。 その自分の願望をノートに書き続けてるんですよ。もう十年以上。それは毎日ってことですか。うん、毎日ではない。うんあの例えば最初の頃は、えー、新月と満月、ニュームーンとフルムーンの時に書くっていう感じ。うん、で今はうんと降りてきたら書くっていう感じで、毎日毎日書き続けるっていうよりも。 あなんかこれやりたいと思ったらその書くっていう感じのことはやり続けてまあトータル的に10年ぐらいは経ってるんだけど、うん、で最初の頃のねその2008年とか2000、はい、そこら辺の今でもたまにこう読み返したりするんですけど、うん、最初の頃ってすごい面白くてあの 自分でも読んでて笑っちゃうんだけどなんかねエゴが強いんですよなんていうの<え>どっちかっていうと自分が望んでる夢っていうよりも周りからどう思われたいかみたいな感じの夢の書き方をしてるんだよね。ああなるほどね。うんこんな風に思われたいみたいな。はい、でもその時はもちろんそんな風に思ってないんだよ。うん一生懸命考えて あの夢を願望を書いてるんだけど、うん、自分が本当にそうしたいからそれを書いてるっていうよりもこう,なこうなったらみんながすごいとか言われるかなとかさ、うん、なんかこうでねその承認欲求強めの願望は自分が本当に望んでる願望とは実は違うから。 そこにはやっぱり引き寄せの法則を働かななないよようになってるるんだよねねほどね、うん、それはやっぱ自分でずっとやってきて本当振り返ると、うん、なんか恥ずかしい恥ずか,恥ずかしい <laughs> そう昔の願い事とか見てちょっと恥ずかしい恥ずかしいとか微笑ましいけど、うん、その一生懸命あ承認されたいんだなっていうその承認欲求が願望みたいなふうに。 思ってしまってる時期っていうのはすごい初期の頃はいっぱいありましたよ。うん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 。うん、なのでその引き寄せの法則がなんていうの落とし穴というか働かないのはあの承認欲求の願望の場合がほとんどってことになるかな。例えばその今まで願ったのにこれが叶わなかったみたいなのって具体的にありますか？うん えー、例えばまあでも私その願望実現を書く前の話だけど、うんまあ、ハワイに結婚してその,その時のパートナーと暮らしていくっていうか、うん、ハワイで生きていくみたいな感じの願望は見事に崩壊 <laughs> 崩壊して攻 <laughs> めなくなったっていうのはまずあるよね。うん。でもそれはまあ今思い返してみれば。 自分が結局魂レベルで本当にやるべき自分の才能とか自分の可能性を生かすには日本に帰ってくるしかなかったんだと思うんですね。なのでまあそういう運びになったっていう感じなんだけど、うん、でもねそのハワイに暮らしてはいないけど結局そのハワイ今の自分のライフワークで。 えー、ハワイに人をそのリトリートっていう形で連れていくってことは実現してるんだよね。あなるほど、うん、なのでってことはハワイがもう私の人生から失ったわけではなく、うん、違う形でそれが具現化してるっていうふうには取れるんだけど、うんうん、単純に私がハワイで暮らしてハワイでサーフィンしてパートナーと。 暮らすっていうだけだったらその私の今やってることは一つも実現してないわけだから、うん、思い返せばねああやっぱこっちの流れに一見悪い流れなんですけど私にしてみれば、うんうん、だって向こうに暮らす以外もう考えてなかったから、うんうん、日本に戻ってきてその時私日本嫌いだったのでもう日本に帰ってきてまたなんか。 満員電車とかありえなないいみた何の仕事をして生きていくかとか、うん、ハワイで過ごしたライフスタイルをもうずっとやってきたのに日本に戻ったらもう無理って思ってたからねそれはでも思いますよね、うん、思いました結構絶望的だった、うん、結構絶望すると思うハワイから東京ハ <laughs> <laughs> うん、もう絶望的で3ヶ月ぐらいは引きこもり生活が続いた記憶があるね。だってもう何も手につかないし、うん、やりたいこともないし、うん、なんていうの電車にも乗りたくないし、うんうん、なんかもう何も手につかないっていうのがもうまさにあ,あと失恋のショックもあるしね。そそそそうううですよねれ うん、もうなんか全てにおいて絶望的だったのがその時代かなと思います。うんうん、でまあそこからでもそれがあったからやっぱり自分の人生について改めて考えたし、うん、自分の人生を自分でもう一度作っていくっていう流れにそういう流れの運びになってたと思うんだけど。うんうん なので、なんか皆さんに結構言いたいのは、やっぱ絶望的な状態ってチャンスなんだよね。絶望的なチャンスね、うん。絶望、絶望しないと考えないことっていっぱいあるから。すごいありますよね。うん、ありますよね。うん、うん。なので、その、特に今のこの、今年の2020年の、この起こってる、世界中で起こってる出来事って、 ななななかなか絶望的な雰囲気もあるじゃないだから今まで当たり前だと思ってたことが当たり前じゃなくなってあのずっとあると思ってたものがなくなってとかさ、うん、で目に見えないものがどうなるかわからない恐れもあるし何て言うのかな絶望的というかもう先の見えない不安でいっぱいみたいな状態。 っていうのがまあ今全体的なエネルギーとして漂ってるけどでもこの話の流れからするとやっぱりだからこそチャンスなんじゃないかってことなんだよね。だからこそチャンス。うんうん、なんだかこの時代の流れなのかなんか自分が本当に望んでいないことをなんかこう、うん、無理無理どうにかごまかしてやっていたりすると。 なんか強制終了されるような出来事が。うん。ある。あるあるある。うん。あります。あります。うん。私も。強制終了的なのって、まあ、今年はもうあまりないけど。ここ数年いろいろ。あの、もう、それは自分のやるべきことじゃないよねっていうか。じゃないよねって思うのは、やっぱり自然にもう終わらざる得ないような。 流れになってきてきるし、うんうん、だから今例えば仕事が突然なくなっちゃう人とか、うん、あと人間関係も突然ほら終わってしまうような関係性とか、うん、なんかいろんな意味で強制的になんか終わっていくものっていうものがもしかしたら今年すごい多かったかもしれないんだけど、うん、それは、えー、もっと先にやるべきこととか自分が 求めてるものが奥に待ってるから、それの状態になってるので、うん、うん、すごいチャンスなんだよね。なんか。そうですね。うん、それがわかれば、ちょっと違うのかな。うん、なんか本当に絶望にね。いっちゃったりしますけど。うん、うん、でも、よく考えてみ、みてほしいんだけど。その突然失われた人間関係とか、突然失われた仕事って。 よく考えると自分がどっかで深いところで、うん、もうなんか終わらせこのまま続けてもなーとかさ、うん、この先もこれでずっとやっていきたいわけじゃないんだけどなーって思ってたはずなんですよ絶対は卑怯性の法則っていうのはその大きな流れっていうのはその人が一番ベストなところに 行っっってててほしいいいうう願望が向こににもあって目に見えない力がね。うん、で私たちの意思がそことやっぱ合致していくとどん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 そのなんだろうなスピードが速くなってその自分の願望と大きな流れの願望が一致するとエネルギーはどんどん高まっていくんだけど、うん、やっぱそこを。 見ていくことがこれから大事になってくるのかなと思いました。そうですね。うんうん。うん、共同創造だからね、どうしてもそうですね。うん。なので、ちょっと自分がなんか望んでることが全然形にならないっていう風うに感じてらっしゃる方だったら、もしかしたらその望みは本当に深いところから望んでるものではなく、本当表面的な ところでしか、自分の望みみたいなことを見たことがないのかもしれないっていうことです。うん、うん。かな、はい、まあこの話深いからね。なんかこう簡単にこうです。とはちょっと短くは伝えるのがちょっと難しいんだけど、うん、うんうん、でも。自分の深い願望。 しっかり見てあげるためにはやっぱ自分との関係性が大事になってくるし、うん、自分の気持ちに内側の気持ちに対してこう傾聴してあげないといけないから、うんうん、なのでやっぱ自分自身との関係性を育んでいくことがどうしても大事になってくるのかなというふうには思いいいいいまますすすはい、ははい、は今日はそんな感じであ、はい、ありりががととううごござざいます。 So I guess the key for the law of the attraction is the cooperation between your free will and something great. If you, uh, if you like this channel please click like and subscribe buttons also write down some comments so that we can see your feedbacks or questions. Thank you!